はい、では、2020年有馬記念の開講をしたいと思いますが、まあ、開講ポイントを2つに絞って、開講したいと思います。まずやはり走破タイムの遅さと、じゃあそのクオリティの高さですね。で、2番目が分かれたジョッキーの判断ということで、まあ、タイム面とジョッキーの判断、この2ポイントについて絞って開講したいと思います。まあ、まずは走破タイムの遅さとクオリティ、まあ、遅いからクオリティの低いレースなのかっていうところを判断したいんですが、まあ、こちらはですね、僕自身の動画でも散々、先週から言ってまいりましたが、有馬記念が時計が絶対かかるっていうことは、他のレースからもですね、容易に推測できたところで、まあ、こちらのグラフ、ターコイズステークスやディセンバーステークス、そしてホープフルステークスの、まあ、過去5年のデータで、最も遅いレースを1として上にしてるんですね。それの比率を表しています。で、まあ、例年よりですね、どのレースも時計がかかるということで、ホープフルステークスも例年2分1秒台なのが、今年は2分2秒台になったということで、まあ、時計がかかる中山の芝っていう状態っていうのはもうほぼ確実だったので、まあ、おそらく時計がかかってくるだろうなというところでしたが、まあ、ここ数年だと本当に一番遅いタイムが出て、2015年以降だと一番遅い走破タイムとなりました。この赤いところが有馬記念ですね。まあ、ここ数年にはない時計のかかり方で、まあ、どのレースも一様に遅いタイムということが、この中山、この2020年冬の中山芝の特徴ではありました。まあ、なので、まずそういったところからもタイムが遅いから、うん、レベルが低いとか、まあ、そういったことはまずないと思うんですが、まあ、もう少しですね、有馬記念のタイム推移、年数を広げて取ってみますと、2010年以降からの有馬記念のタイムと勝ち馬を乗せているんですが、こちら秒数変換していって、上に行けば行くほど遅いと思ってくださいね。まあ、そうすると今年のクロノジェネシスのタイムというのは、まあ、こちらに当たりますが、まあ、これというのは2010年以降で3番目に遅いタイムで、オルフェーブルの勝った年、1回目に勝った年とジェンティルドナが勝った年、この2つがですね、まあ、極端に遅いペースなんで、遅いタイムなんですが、まあ、それに次ぐ3番目というところで、まあ、非常に走破タイムとしては遅いと。まあ、まさに去年なんかと比較すると全く性質の異なるレースであるということがわかると思うんですが、まあ、ではですね、そのスローペースだからじゃあ遅かったのかというところになってきますと、そちらどうも違うんですが、ちょっともう一度このグラフ見ますと、こちら青い方が走破タイムで、赤い方がですね、前半のゴハロンタイム、リアルエヴァンのタイムを使ってますが、まあ、それで見ますとですね、やはり今年も前半のコハロンというのは 62.2 というところで遅いわけなんですね。で、先ほど紹介した2つのレースも、まあ、非常に前半が遅いと。まあ、基本的に前半コハロンのタイムと走破タイムというのは比例してくる関係にあるんですが、もう少し詳細に見てみますと、こちらの黒い線、今年の前半のタイムのところで横線を引いてるんですが、まあ、ここよりもですね、上にあるラインというのはそれよりもスローということですから、例えば、こちら、ビクトアルピサの年、大体同じタイムで前半 1000m は回ってますが、走破タイムは今年よりもはるかに速いですよね。2秒以上速いと。ゴールドアクターの勝った年は、前半のペースは今年よりも遅かったわけなんですが、走破タイムは、今年よりも約2秒速いと。同じ前半タイムでももっと速いタイムが出るというのがこのコース、まあ、有馬記念の特徴だと思うんですね。別に特段今年のメンバーのレベルが低かったとは思えませんので、まあ、なのでシンプルに時計がかかっていたっていうことが読み取れると思います。まあ、もう少しさらに見ておきますと、今年の有馬はタフな持続戦だったっていうことが、ターゲット上で提供されている RPCI という値からも読み取れると思います。まあ、こちらは基本的には、まあ、ペースのチェンジ指数ということで、上がり勝負になったのか、持続力戦になったのか、みたいなところがわかるんですが、まあ、大体50に近ければ、ラストの600メートルとそれ以前が同じぐらいのタイムで流れたと思ってくださいね。で、50より上にあればあるほど、ラストの、上がり勝負になったっていう、認識でいいと思うんですが、まあ、そうしてみますと、2011年、2014年ですね、先ほど紹介した2つというのは、やはり完全なスローペースで RPCI 値も60近くになっていて、完全に上がり勝負、ドスローの上がり勝負、ゆえに走破タイムが遅いということになってたんですね。まあ、しかし、それがこちらですね。オルフェーブルとジェンティルドナの年、オレンジの部分、RPCI 値が非常に高い値を取っていて、いかに上がりが早かったかということが読み取れるんですが、まあ、それに対してですね、今年、走破タイムこそ変わらないものの、RPCI 値っていうのはほぼ50に近いラインで、まあ、同じタイムが遅いにしても、
こう持続力戦でタイムとしては遅かったというところで、各馬にとって非常にタフな勝負であったということが読み取れますね。まあ、だからこそクロノジェネシスが、まあ、得意なレンジには入ってきたと思うんですが、つまり最後のダッシュで勝負できるような競馬の質ではなかったっていうことですね。まあ、こちらが、まあ、タイム分析となります。まあ、次にですね、分かれたジョッキーの判断、今回はジョッキーの、ね、判断が非常に面白いところが出て、まあ、各ジョッキーの性格なんかも読み取れたところがあったと思うので、非常に今後の学びになる点が多かったかなと思いますが、まずですね、日曜日の競馬、もちろん日曜に限らずなんですが、この時計のかかる中山芝でなかなかこう後方からの切れ味っていうのが生きない馬場だったんですね。まあ、こちら僕の予想画面、こちらも動画で上げましたが、やはりフィエルマン僕は切っちゃったんですが、まあ、上がりに急加速する展開でしなやかに切れるっていうのがこの馬の構想パターンということで、まあ、昨年よりもはるかに統計のかかる馬場ということで、この馬にとってはいい条件が一つもなかったという認識だったので、僕はフィエルマンを、まあ、3着にも来ないという予想をしました。まあ、そこでですね、やはり僕らのような予想する側の、甘いところは、やはりルメール騎手ですから、このルメール騎手の柔軟性。日曜のレースでもですね、後方の馬が切れ味を生かせない馬場と見るや、意図を感じる先行策を取ってきましたよね。もう明らかに先行するんだという意思の見える先行策だったと思います。まあ、それはそういった馬場状態を意識してですね、先行したわけなんですが、まあ、これによってかろうじて3着を確保して、まあ、いつものスタイルで後方から切れ味を生かす形だったら、惨敗もあり得たんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、それにですね、加えて武豊騎手もワールドプレミアで先行を選択していたように、やはりですね、こういった名騎手たち、ルメール騎手、武豊騎手がこういった馬場を読み切った上で先行したわけなんですね。この馬場に合わせた競馬をしたということで、まあ、ある意味勝ちに行く競馬をしたと言ってもいいと思いますが、まあ、しかし皮肉にもですね、それはフィエルマンやワールドプレミアの個性が生きるような競馬の形ではなかったと思うんですね。まあ、それぞれにやはりラストに勝負をかけた方がいいタイプだったので、まあ、ある意味ジレンマの中での選択だったと思うんですが、まあ、それとは対照的にですね、まあ、サラキアのようなですね、全くの人気薄ですと、まあ、この馬の個性を生かす競馬を選択することが容易にできたというか、馬場に合わせて勝ちに行くことを選択せずに、馬の本来の力を出すような形、つまり後方からの外差し。まあ、この馬は馬群に包まれなかったら非常に伸びてくる馬なので、まあ、ここ4戦すべて馬群の外からの伸ばす競馬で、それを松山騎手が選択したということですね。まあ、つまりこの勝負に行った名騎手たちと、自分の競馬に徹した松山騎手、まあ、こういったところのが対照的な結果として現れたかなと思いますね。で、まあ、一方で勝ち馬の、北村雄一騎手、まあ、この騎手はですね、僕の認識としては駆け引きをしないジョッキーだと思っています。まあ、別にネガティブな意味では全くなくてですね、相手関係で競馬する騎手ではなくて、まあ、誰をマークするとか、誰が逃げるから自分はどこにいるとか、まあ、それとか、あとはタイムですね。これは60秒ぐらいで逃げた方がいい馬なんだとか、そうやって型にはめる騎手ではないんですね。馬のリズム重視、そして折り合い重視で、とにかく4コーナーを手応え十分に迎えたいジョッキーだと思うんですね。あまり4コーナーでガシガシ動いてるところを多分見たことがないと思うんですが、まあ、とにかく馬のリズム重視、まあ、それが裏目に出るような場合、もちろんあり得ますが、レシステンシアのようにですね、リズムを重視しすぎた結果、スローペースで刺されてしまうみたいなことあると思うんですけど、まあ、これが今回はまさにうまくはまったなというか、まあ、タバが勝ちに行く競馬をしてくれたことによって、かえって、まあ、勝ち切る要因になったと。まあ、どう乗ってもある程度着順来たと思いますが、まあ、フィエルマンのようにあいた攻めた騎乗をしたことによって、この馬のリズム重視のクロノジェネシスが、勝ちやすい条件が整ったかなと、まあ、僕個人的には思っていますね。まあ、こういったその、まあ、これは一レースに限っての話ですが、馬場に対して敏感なジョッキー、まあ、馬場よりも馬優先のジョッキー、まあ、そういったところ、まあ、もちろん人気の高い低いの兼ね合いもありますが、まあ、そういった面で今回は北村雄一ジョッキー、松山浩平ジョッキーの、まあ、馬を重視した乗り方というのがハマった有馬記念だったんではないかなと思いますね。まあ、もちろん両馬ともですね、サラキやクロノジェネシスともに時計のかかる馬場、持続力戦に強いというのは、ここ数戦のデータからも出ていましたので、騎手だけの問題ではないと思いますが、まあ、そういった駆け引きも面白かったかなと思いますね。
まあ、ちなみにですね、僕は予想動画を出しておきながら、直前のパッドがですね、大混雑で、なぜか入金ができないというトラブルに巻き込まれてしまいまして、馬券が買えないという事態に陥りました。まあ、それにしてもですね、カレンブーケドールを2番手に据えていったというところで、まあ、馬券的には、まあ、もし買っていたとしても外れていたかなと。まあ、そもそもフィエルマンを入れてませんでしたね。まあ、サラキアを拾えていたというところだけは、まあ、せめてもの、自分の、感覚がずれていなかったかなという確認にはなりました。まあ、今回の動画ですね、いいと思った方はいいね、他の動画も見たいと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、吉田茂の有馬記念2020年の回顧でした。ありがとうございます。